はい、スイッチエンです。今回ね、地域共通クーポンをね、カヌチャリゾート、まあ、カヌチャリゾートからね、お届けしてるんですけど、それをね、ちょっと使ってみたっていうのをね、使ってみてるので、配信してるんですけどね。ごめんなさい、僕のね、カメラが壊れてね、iPhone でやってるんで、途中でね、切り替えることができないんで、そのままね、こういう感じでいいんですけど、はい、申し訳ないですけど、ちょっと お見苦しいところもね、あるかなと思うんですけどね、ちょっと申し訳ないです。で、これね、僕の場合って今回、同級生とね、2人で泊まってたので、1人2000円分の地域共通クーポンっていうのを、まあ、もらったんですよ。で、10月8日と9日ね、これ2枚もらったんですけど、まあ、本来だったらね、夜のディナーでね使う、僕なんか朝食でやった、朝食付きだったんでね、ディナーでやればよかったんですけど、僕がねインスタライブあるってことでね、すぐパッとね沖縄そば食べちゃったんで、まあ2枚余ってたんでね、じゃあそれだったらランチ食うかってことになって、ランチ今食べに来てるんですよ。それをねちょっと配信しようかなと思ってるんですけど、これ、ね、まあこういう感じでね、かぬちゃんの、まあ、ランチ、レストランですね。レストラン、まあ、いっぱいあるんですけどね、ここは洋食のレストランですね。ね、中華とか、あとまあ沖縄料理屋とかね、そばとかっていうのはあるんですけど、まあ、今回僕はここにしたんですけどね。で、ここで使えるよってことでやりました。で、この、まあ、2000円使って、まあ、ちょうど2000円だったんでね、いいかなと思ってね、このヤンバル野菜とベーコンのクリームスパゲティ2000円分ってことね、これ頼んでみました。で、それやるとね、こうやってね、サラダがついてきて、サラダも取り放題になってて、サラダ食べてねって言うと、ね、スパゲティね、これ来たという感じです。はい、で、やっぱね、多分皆さんの場合だとね、那覇の方にね、帰って戻って行ったりとか、旅行者の人だったらね、戻って行ったりとかっていうのはあると思うんですけど、僕の場合ってね、そのままね、まあ今から家帰るだけなんでね、そしたら使えるところってね、かなり限られてしまうんですよ。だから、それもあってね、ちょっとまあ、ここでカヌチャ内で使い切った方がいいなってことで、まあ2人でね、食べようかとなってます。はい。でね、まあランチはね、人がいない。また貸し切りですね。うん。だから誰もいないというような状況で、一人で目の前にね、プールで食べてるというような感じになってます。まあ、あれだな。もうこれはね、すごいですね、ほんとね。うん、まあ多分ね、まあ外に食べに行ってるのか、まあ観光地回ってるのかっていうのでね、みんないろいろ回ってるとは思うんですけどね。うん、まあ、こういう使い方もありなのはいいなとは思います。ただまあ地域でね、使えるところがカヌチャの場合はね少ないからね、なかなかあんまり使い切れないと思うんですけど、まあさっきのね動画でもあったんですけど、まあ那覇の国際通りとか、そういった、まああとはお土産店とかね、そういったところで使うのが一番いいのかなと思います。あとはね、ファミリーマートで使えるんですけど、沖縄のファミリーマートってのは沖縄でしかない商品って結構作ってるんですよ。まあポーク卵とか大体の時ですけどね。なんでそういうのも、沖縄ファミリーマートで使うっていうのももしかしたらいいかもしれないですね。面白いですよ。結構いろんな商品出てますからね。はい。なので、ぜひね、まあ、ちょっと、楽しんでほしいなと思います。はい。ちょっと今回はね、以上でございます。すいません。まあ、インカメにしたりとかもできないしね。まあ、ちょっと、まあ、あれなんですけど、まあ、カメラね、来たらちゃんと回せるように、もっと頑張ってね、勉強してできるようにしますんで。はい。これからもよろしくお願いします。じゃあ、ね、これね、地域を使ってみてよっていう動画でした。はい、ありがとうございます。